フランチェスコ・コッシガは、イタリアの政治家。同国内務大臣、閣僚評議会議長、大統領を歴任した。日本の新聞や出版物では通常、コッシガと表記されるが、言語により近い発音はコッシーガである。サルゲーニャ島の北にあるサッサリ出身。第二次世界大戦中から政治活動を始める。長くキリスト教民主主義に所属した。 内務大臣在職中の1978年にアルドモーロ殺害事件が発生している。1992年のミラの地方検察庁による強制捜査に橋を発した政官会の大規模職、タンジェントポリ適発で DC が解体された後の1998年6月に共和国民主連合を決闘する。しかし翌年、 マッシモダレマ内閣への態度をめぐりユードルはコッシガ、ハトクレメンテマステラ派に分裂。コッシガは共和国連合を決闘した。2007年11月30日付のイタリアの有力紙、コッリエレデ・ラ・セーラにて911事編はアメリカによる自作自演攻撃だったと公言した。ありがとうございます。